標識交付証明書は、標識の交付を受けた、原動機付き自転車、または、小型特殊自動車の使用者に対して、使用者住所を管轄する市区町村長が交付する、書面である。軽自動車税標識交付証明書の例、標識交付証明書は、自動車検査証などと同様に、ナンバープレートと一体となる書類であるが、税務上の書類であり、 道路運送車両法などの国の法律では車両への備え付けを義務づけていない。様式や扱いは市区町村ごとの条例で定められていて必ずしも一様ではなく車両を使用する際には携帯しなければならない旨が証明書に記載されている場合もある。自治体によっては標識交付証明書を発行せず代わりに申請の際に記入する。 軽自動車税申告書件標識交付申請書に受付事を夏印した書類を返却される場合もある。所有者の住民登録地市町村役所で申告を受付している。死者などでは受付していない場合もある。書類等に不備がなければ標識とともに即日交付される。基本的に現社の持ち込みは必要はない。住民登録地以外をしたる定置場としているか。 または居住している場合で、住民登録地以外で申告したい場合は、定地上の占有の権利や居住の実態を称する書面を提示することにより、住民登録地以外の市町村での申告が可能な場合があるが、この場合は申告をした市町村に軽自動車税を納める必要がある。申告書には所有者及び使用者を別々に申告することができるが、 標識交付証明書に表示されるのは所有者のみであることが多い。高崎市市税条例施行規則。高崎市役所。2011年9月7日閲覧。原付の登録、名義変更の手続き。伊豆の国市役所。2011年10月14日閲覧。ありがとうございます。